ああ、なんか結局やんなかった加藤純一さんのゲーム。まあ、やるけど寝てたし寝ててね、なんかさパソコンがたまにつかなくなるんだよ、そのログインに行けなくなる。あれマジでうざい。いや、そんなことよりね、ああもう7つの大罪終わったな、終わったよもう。いや俺そこ一番面白いシーンじゃんっていうので手抜かれるってさ、マガジンってやっぱアニメちゃんと作ってほしいね。マガジンが作るわけじゃないの分かってるけど、なんかインタビューでいや結構頑張りましたねーみたいなこと言ってたけど、おい、まあそれは第1期、1期と2期とかね、1番とか2番はそれは頑張ったのかもしれんけど、3期何変なさ兄より入れてくるし、ほんまさ別にだったらやんないでよ。いやもう一回ね、いつものすごいところに作ってもらってやるならまだわかるけどな。なんだかんだ言って結構2期もその作画があんまり良くないのかな。でも2期もやっぱなんだかんだ言って面白かったよね。でもその最初初っ端からさ、そもそもなんかよくわかんないクマがその民をね、民たちを輸送してるシーンが出て、あって思ってもう見るのやめたんですよ。伸ばし入ってなって、ドラゴンボールじゃねえんだからさ、伸ばす理由がないじゃん別に。アニメやんなくていいだったら、うん、誰がそういう注文したのか、そのなんか監督編出誰っていう、そういう脚本組んだの誰ってなるの。で面白くないじゃん、なんで面白くないことするの。結局ビジネスなんだよなこれ、金なんだよ。でもさビジネスビジネスやったっていいもの作れないんじゃん。いいもの作ってからビジネスしようよそんなの。まあでもいいもの作ったってウケないのかもしれない。さあ鬼滅の刃はいろんなものが重なり合ってドンって言ったと思う。確かにいいの作ってもウケなきゃよくないけど、まあその見誤ったよねマガジンは。鬼滅の刃ウケてる、じゃあアニメ、ま、真面目に作ろうってなってくれませんでした、残念。まあでもアニメってめっちゃ金かかるしね、結局バカみたいに宣伝費かかるじゃん。だからアニメだけ作りますっていう、そういうやり方がいいよね。ネットフリックスとかそういうところで契約はしますが、あの別にテレビで流しませんみたいな、そういうので、それをチェーンソーマンでちょっと挑戦してほしいなっていうのはある。でもなんだかんだ言ってネットフリックスでやったらバキひどかったな。なんか一番大事なシーンになったら 3D になって、変な 3D でうおーみたいになるっていう、バーチャファイターがなめんなマジでって俺は思った。面白いんだけど、大事なシーンになったら急に 3D になって、やっぱそのハリウッドとかのガチで力の入ったレベルの 3D ならいいんだけど、その低予算の 3D だともうゲーム始まったかなっていう。バーチャファイターカクカクなわけじゃないけど、チープになっちゃうよね。いいチープじゃないよね、悪いチープさみたいなのが出る。だ俺それでバキ嫌だなって。面白いんだけどさ、まあ話がの内容が面白いからいいけど、なんかちゃうなって思った。まあでもねそこだけ力入れろよ、逆にね。そこ力入れないで何なんだよってさ、ねえ別にね、人と人とのね人間ドラマやじゃないんだからさ主としてんじゃないよ、戦いなのになんでっていうのはあるね。ちょっと面白い、そんな。そういう面白さ求めてないけど、まあ面白いからいいけどとはならんけど。まあ7つの大罪はね、おしまいということで。もうすごかった、なんか、作画崩壊が、メリオダスの顔のパーツが上に乗って、みたいなさ、まあ、だと下に行っちゃってんだけどさ、すごい、ドプンみたいなさ、顔の半分から上にパーツが寄りかかってるみたいな。ああ、もうやったな。やったな、マジで。マガジン。マガジンの責任だし。ヤングジャンプはさ、合併号だし、合併おもろ。ああ、もう本当に。なんでそういう最悪なこと起きるのかな。カノール。エスカノールパン、アニメ。この人かわいそうだな。
まずは題材のアニメ見てるけど、エスカノール製の作画どうなるんでしょうか。かわいそうにね。これで2クールやったら、あ、もう2クール確定してんのか。あーもう、多分下手したらエスカノール戦2回消費されるでしょ。もう1個もめっちゃかっけえね。おじまいだよね、もう。鈴木半ばもう、バチ怒れよ、ほんとに。この脚本作ったやつ、ぶん殴りに行きますくらいは言ってほしいな。ひどいよ。7つの大罪のアニメ、ザ・夕方アニメの作りで、ほんとたまらんのよな。ね。ムキの23話もひどいんだ。笑っちゃうねこれ。おもれ。ダイナミックコードの作画崩壊なぜか許せるとか言ってる人いるけどさ、別にそう許せないのは単純にさ、動きってかっこいい、声もついて音もついてさ、こう感もついて色もついて動いてっていうのを見たいわけじゃん。それをなんかこういうのでやったら、俺はマジで7つの大罪3期1回作らない、俺許さんからな。でも絶対作んねんだろうな。ああ論外よ、もうもうすごい。それ作ったら新しいのもうダメダメ3期みたいな、思いっきりディスったなんか DVD ボックスみたいなの作ってほしい。もう DVD じゃねえ、こんなクソみたいなカセットテープでいいよみたいな尖った商法してほしいな。俺はこんなゴミ作画なので全部カセットテープで売りますみたいな。それくらいやってほしいけどな。もう作るんだったらなんかもうマガジンの人頭抱えてんのかな。俺はもう嫌だ、もうマジ見ない。ああやったなマジで、やりやがって本当に。泣くわ俺、少し泣く、本当に。佐久間じゃないけど、最近ピンポン見たけどさ、ピンポンマジでいいね。やっぱピンポンマジで面白いわ。いやーもうずっと見てる、いいシーンずっと見てるわ。ね、ドラゴンがね、うるさいバカって言って、ターっていうシーンとかずっと見てる。まあ、一番見てるのは、ね、スマイル行くぞーっつってヒーローのねアレンジテーマが流れるとこずっと見てるんですけど、いやもうマジでいいなーっていう神話だよね。一つのマジでやっぱいいものっていろんなものの掛け算によってすごいパワーができるんだね。整数の掛け算じゃない、自然数の掛け算、正の掛け算、まあすごいねプラスの掛け算によってやっぱできるものなんだなっていう。脚本だの声優だのいろんなものが折り重なって良くなるはずなんだけど、でももうその作画崩壊って一種のギャグじゃん。でもなもうならマジでマガジンでアニメ担当したやつはね、でも夕方でちょっと欲が出たんだよな。夕方枠でやるかって言って、夕方枠にやるのはいいんだけど、なんでそんな夕方枠には夕方枠のなんかがあんの。夕方枠にしたら作画のレベルっていうか、夕方枠にするとね、ちょっとね、お金かかるんですよね、みたいな。お金はかかるかもしれないけど、そこでケチったのかな。そうだよな。そうだそうだそうだ。夕方枠にするから、普通よりやっぱお金がかかるの。審査もなんか変な厳しいし、あ、このね、作画してる会社ちょっとダメなんですよね、みたいな。
全部最悪じゃない。別にさ、いい作画で血が白ならいいんだけど、カスみたいな作画で血が白って何？なんかもう、嫌だなっていう。俺はもう嫌だ。かわいそうに。鈴木半ばも泣いてるよ、あいつ。俺が頑張って面白く描いたエスカノール VS メリオダスか、こんなのって、今頃泣いてます。泣きすぎて熱出して救済するよ、本当に。新章始まって気分も良かったのに、もうなんだよって、新章でやっぱちょっと反応良くないからみたいな。反応いいの？ほらでもちょっとこれから面白くしようとして今頑張ってるんだ、何も頑張ってくれないじゃんみたいなね。カスです、はっきり言って。もうやってくれたんだ、マジでさ。だったらさ、1クール2クール、まあ、2クール全部さアニメオリジナルにしてよ。そっちの悪夢の方がまだいいよ。そんなカスみたいな作画で、カスみたいな作画で消費すんなよ。ちゃんと回作れよ、うん。でもワンピース回もちゃんと作ってほしいな、やっぱり。ちゃんと終わってから時間かけて作ってほしい、クール性で。ワンピース丸々編みたいな。ちゃんと力入れて作んなきゃダメなんだ。だってさ、ひどくない？だって。そんなに、なんかさ、テレビ、プレミアムテレビオリジナル、なんだっけ？アニメオリジナルじゃない。なんだ？あの、8月とかにさ、やる、特番みたいなのあるじゃん。1時間半くらいのワンピースの特番。あれ別に特番したからって全然なんか良くないんだよね。だからフジテレビってクソなのかな。ドラゴンボールスーパーとか作るし。いやでも俺はこんなの作ってて許せないマジで。どこが作ってんだろう。逆にそんなによく出せるよな。でもやっぱ金積まれてない。金、多分時間だろうな、どっちかっつうと。うん。時間をミスったし、金もないんだろうね。夕方が気にするからね。ちょっとあんま金出せないけど、うん、頑張って。みたいな。あ、時間もね、結構、ね、取れなきゃって。みたいな。時間と金がないと、ああ、なんのかな。でも金は別にさ、あ、でも金がないと人員の給料がどうとなるし。ね。でべぶっちゃけ広告費でめちゃくちゃお金取られるらしいからな。てか実写銀魂もなんか作者に金入ってないの意味わかんないしな。やっぱそういう日本の闇だよね、そういうところは。結構さ、絶対 1% 入った方がいいと思うのに。かわいそう。すごいね。うん。こすいね、マジで。大人って。カスみたいな男がね、やっぱそいつらってもうね、アーティストっていうか、いいものを作るやつだったら最もこと遠いっていうか、なんか悲しいね、こういうことされると。原作レイプっていうか。まあ面白いけど、そんな。メリオダスが、みたいな、みたいになってる。超おもろいけど、それはさ。かわいそうに。ちゃんと、3.5 期って言って再編集版やれよ、リゼロみたいに。新編集版ってやれよ、本当に。やらないと俺一生恨むからな、講談社。本当に講談社ってね、やっぱ金ないんだろうね。看板作品に金かけないでどうすんのね。ワンピースは今ね、作画がいいけど、結構ね、まあ、クソだけど。アニメも作画っていうかね、派手派手でかっけえけど、ガキが見る分にはいいんだけどさ、原作生としては、それだとなんだろう、四皇っていうものの強さみたいな、今までの敵とは違うよっていうのを見せてほしいのに、なんか悲しいなっていう。ねえ。まあそんな感じですね。
まあこれからちょっとアニメ見ます。